のどぐろとにしん、かずのこ、さけ、いくら、新潟駅の駅弁でございますね。神尾弁当さんのお弁当になります。外箱の裏側に、ラベル表記がありますので写していきます。はい、で開けますとこのようなお弁当ですね。あー、いい香り、魚の匂いが辺りを包みます。鮭があって、カズノコがあって、ニシン、いやー、ノドグロですね、これね、イクラ、これらが、新潟のコシヒカリの酢飯の上にドカンと乗ってるわけですね。いやいやいや、美味しそうだよこれ。なんか神尾商事のね、弁当何でも美味しいですからね、これも期待が持てますね。では食べてみます。まずはのどぐろから。白身、美味しそう。ご飯、この酢飯美味しい。さすが新潟米、ニシンですね。この分厚さすごいですね。脂が乗って美味しい。カズノコ、おお、プリプリです。これは素晴らしい駅弁だ。で鮭、いくら、言葉が出ないね。なんて言っていいんだろうね。あの寸分もね、隙がないんですよ。あの文句をね言うようなところが全くない。素直に美味しい美味しいってね、食べるだけですわ。素晴らしい。ということでね、新潟の駅弁、のどぐろとにしん、かずのこ、さけ、いくらでございました。超おすすめです。